どうも、アキトです。受験数学演習の第1回目で、今回はガイダンスをしようと思います。受験数学というシリーズでは、高校数学の知識とその使い方をテーマごとにインプットするということを目的として話をしましたが、そのアウトプットを目的として、新しく受験数学演習というのを始めようと思いますので、今回そのガイダンスをしようと思います。演習をやるにあたって、やみくもに問題を解いていくというよりは、しっかりと目的を持って進めていった方がいいと思いましたので、まずは問題を解くために必要な力、どんな力が必要なのかということに関して見ていきたいと思います。ここでは4つ挙げましたが、細かいのを挙げるとこの4つ以外にもあるとは思うんですが、ただ必要な主な力というふうに言った時にはこの4つになるんじゃないのかなというふうに思います。順番に見ていこうと思うんですが、まず1つ目は知識で、これ当然のことなんですけど、定義とか公式とかそういうのがしっかり頭に入っていて、基本的な計算ができるよと。必要な力の一つ目、知識になります。二つ目は、テーマの把握とその処理ということで、問題を見たときに、まあその問題がどのテーマなのかというのを把握し、じゃあそのテーマの処理をしていこうということですので、これ当然なことであるんですが、ただ入試問題とか少し難しい問題になって、問題文が長く条件がたくさん与えられ、当然複数のテーマの融合問題というのもあるんですが、そういう問題に対してもしっかりと問題を見て、このテーマとこのテーマの融合問題だというのを把握しようということなんですけど、そこまでやるっていうのはそんなに簡単なことではありません。そして各テーマのその処理に対してもなんとなく見たことある問題だからこんな感じで処理をしていくということではなく、最終的には初めて見るような問題に対しても自分で方針を立てて処理をしていかなければいけないので、これまで見たことあるとかないとかそういうのには関係なく、そのテーマに対し方針がどれだけあってっていうのがしっかり分かっていて、そしてその方針選択の基準、こういう条件が与えられた時にはこの方針みたいなところも含めてしっかりと意識をして処理ができるということが重要になってきて、例えばこのテーマというふうに言った時にも、整数問題というようなふわっとした状態ではなく、整数問題の中の余りの処理というふうな感じで具体的にテーマを把握し、じゃあ余りの方針っていうのは多項式の形なのか指数式の形なのか、まあそれを把握し、じゃあ指数式だという状況だったら、その中でも方針が2つあって、1つは余りの周期性を利用する、もう1つが二項定理、どっちでいくのかっていうのを決定していく、そういうことができるっていうのがこの ② のテーマの把握とその処理ということなんですが、これはなかなか難しいところで、まあ実際例えば自分が受験生の時できてたかと言われると、ある程度はできていたけれども今ほどの完成度ではないみたいな状態で、この ② 番そんなに簡単なことではありません。続いて ③ 番、処理の順序決定と処理後の整理ということなんですけど、特にこの ③ 番はある程度難しい問題で、複数のテーマの融合問題だった時に、じゃあその複数の条件ある場合において、まずどの順序で処理をしていくのか、条件 A 条件 B があった時に先に A で後に B というふうにやるのがいいのか、もしくは先に B で後に A の方がいいのか、それをしっかり決定するよと。で、そういうのを決定し処理をしていって、処理終わった後その状態っていうのをしっかり整理するよと。特に複雑な問題とかになってきた時に、目の前にある条件をちょっと処理して結局整理しないまま他の処理をしてみたいな感じになってごちゃごちゃしてしまい、結局何がやりたかったんだっけというふうな状態になって詰まってしまうというのはよくあるので、この整理するというのも重要になってくるんですが、3番目が処理の順序決定と処理後の整理、4つ目がその場の対応で、これは空気を読んだりその問題の本質を見抜いたりというふうな感じで、左の ① から ③ とは違っていわゆる数学的センスみたいな部分があるのかなとは思うんですが、例えば誘導の意味を考えたりとか、あとは実験したりしてその場の状況に応じて方針を立てたり修正していったりする、その力で、4つ目がその場の対応力、この4つが問題を解くために必要な主な力だと思いますので、これを踏まえて受験数学演習というのを進めていこうと思うんですけど、まず ① は受験数学シリーズでちゃんとやっておりますので、ここでは使わないことにして、この受験数学演習では ② ③ ④ この4つの力を上げていくということを目的としてやっていこうと思うんですが、順序としてまずは1つのテーマの問題に対しその処理がちゃんとできるようになるということが大事だと思いますので、まずは ② の力を上げていくということを目的として単一のテーマの演習問題を扱っていこうと思います。イメージとしては受験数学で扱った例題の類題を扱っていってしっかりアウトプットしていこうと。
まずはそれをやっていって、それが一通り終わったら今度は丸三番に移っていこうと思うんですけど、すなわち複数の条件とか、あとは複数のテーマの融合問題とかを使っていくんですけど、いきなり難しいのをやってもハードルが上がりすぎると思いますので、まずは2つの条件とか2つのテーマの融合問題というところから始めて、ここではテーマの把握、この練習も含めてということであるんですけど、それで徐々に3つのテーマみたいな感じで難易度を上げていこうと思います。それが終わったら今度は丸4番の力を上げていくということを目的として、まずは簡単な誘導とか簡単な実験とかで分かるようなそんな問題から始めて、だんだんと誘導の意味が分かりづらかったりとか、カッコ1カッコ2カッコ3複数あってどこでどれを使うのかみたいなのをちゃんと考えなきゃいけないようなそんな問題だったり、最後はこの丸4番というふうな感じで順番にステップアップしていくというふうな感じで進めていこうと思います。こんな感じでこの受験数学演習というのを進めていこうと思うんですが、じゃあこれをどういうふうに使っていくといいのか、もちろん使い方は好きに使ってくれればいいんですけど、一応一例を紹介しておこうと思います。まずステップ1でサムネイルを見て考えるよと、サムネイルに問題載せておきますので、動画を再生する前とか、あとは再生して少しの間は問題文読んだりしますので、そこでまず考えましょう。でもしそれでわからない問題とかわからない部分があった時には、いきなり動画を再生して答えを見るんではなく、ヒントを得るといいと思うんですけど、例えば受験数学シリーズの該当箇所の動画を見たりとか、あとは他の問題集とかそういうのを見て類題がないかというふうな感じでヒントを得たり、あとはそういうのもよくわからなければちょっとだけ動画を見てちょっとヒントをもらって止めて続きを考えるみたいな感じで、いきなり答えを見るよりはこういうのをやっていった方が印象に残ったり習得しやすくなると思いますので、ステップ2、こういうふうな感じでヒントを得ていくよと。でステップ3で全ての問題解けたりとか、あとはもうどうしようもなくギブアップというふうになったら、その段階で動画を見てちゃんと解けていたか否かとか、あとはギブアップした場合にはどこが足りていなかったのかというのをしっかり吸収してください。その後必要に応じて復習するといいと思うんですが、復習しやすいように受験数学の該当箇所だったりとか、あとは丸三やっている時、これ複合問題になりますので、そのテーマの一個一個前に扱ったものに関しては該当箇所動画のリンクを概要欄に貼っておこうと思いますので、復習する際とか、あとはヒントを得る際にはそういうのを使っていただければなというふうに思います。おそらく該当箇所のリンクを概要欄に貼るというのは何度か忘れると思いますので、もし忘れていた際にはぜひコメントで忘れてますとかお願いしますというのをいただければなというふうに思います。とりあえず一例ではあるんですが、こんな感じで使っていくといいよという話をしました。はい、ということで今回は受験数学演習の第1回目ということで、どういうふうに進めていくのか、そしてどんな感じで使っていくといいのか、そのガイダンスをしました。次回からはちゃんと問題を使っていこうと思いますので、よかったら使ってください。今回はここら辺で、また見てください。バイバイ。